我々はですね、今からヨーロッパを1ヶ月旅しようかなと思っております。まず最初の目的地、ドイツ、フランクフルトです。というわけで、ドイツに到着しました。スピエルバンクビースバーデンに来ました。これですか。稼げそう、かなり。ここからユーモザービースバーデン爆ガチ編がスタートしますので、爆ガチを待て。おはようございます。おはようございます。2日目ということで、はい、第2章の初日は負けで、ね、はい、スタートしちゃったんですけども、まあただ幸いですね、非常に良さそうということで248を昨日8時間打ったんですけど、プレイのレベルはまあ比較的低め、結構稼げそうだなということで、しかも霊気がめちゃくちゃ安いんですよ。2ユーロキャップなんですよ、マックス。なのでこのおすすめのビースバーデンのカジノに、まあ、しばらくちょっと滞在して、まあ、打ってみようかなと。というわけでただいまが3時ということで、このビースバーデンのカジノはね、6時からなんですよ、ポーカールームが、はい、で、夜の3時に閉まっちゃう。そうなんですよ、6時3時っていうね、もう決まってる、9時間しかやってないって決まってるんで、はい、この順番待ちが3時から順番受け付け開始なんですよ。なので、早速カジノに向かっていきたいと思います。はい、行きましょう。今我々が泊まってるホテルからカジノまではこのライム、はい、大体3分4分くらいかな。結構近いですよね。はい、安全運転で行きましょう。というわけでカジノに行ってウェイティング入れます。入れましょう。You wanna book it? Yes。 あと少し暇なんで、このカフェどうですか。出ねえやます。出ねえやます。まあ今んとこすごい僕気に入ってるんですけど、ドイツ語わかんなすぎっていう問題があってテーブルでもレイズするときとかに30とか40とか50とかを全部ドイツ語で言うの。マジでいくらかわかんないんだよね。あ、40だと思ったら30だったみたいな、めっちゃあるんだよね。ポーカーすると気をつけてください。数字めちゃくちゃわかんない、マジで。毎回聞いた方がいい。さあ、料理が来ました。これは何なんだ一体。いただきます。まず何もつけず。はい。うまいですか。カツみたいですね。牛カツですね。というわけで、はい、しばらく時間を潰して、ポーカー行きましょう。行きましょう。遅刻だ、急げ。言ってぴったりですけどね、今。So, I'm gonna open new table, like... 全然間に合いませんでした、あの時間。結構これ熾烈な席争いなんだね。確かに。明日は絶対2時45分に来ましょう。3時でもダメなんだ。じゃあ、横澤は、はい、258座れたので、プレイしていこうと思います。頑張ってください。頑張りましょう。そこちゃんもやりますね。やります。グッドラック。グッドラック。お疲れ様です。今日は284ドルプラス、いやユーロか。いいじゃない、十分買ってんじゃない。ていうか何気に人生最高レートだったのでは。確かに全然なんかチップとか全部変わったから違和感なかったけど、 70BB 勝ち。どうだったゲームとしては。ベラージョンの1-3よりはだいぶ辛い。やっぱそうなんですね。そして今日は、はい、昨日よりはゲームは良くないですけど、頼む。1700ユーロぐらい勝ってます。おお、でかっ。おやすみ。グッドラック。グッドラックじゃない、グッドラックは俺だ。グッドラック。Hello. Thank you. Good night. おはようございます。おはようございます。というわけでドイツ3日目ということで、はい、昨日の横澤のポーカーの収支をまだ報告してないと思うんですけど、確かに。お昼ご飯を食べながら横澤の収支を報告したいと思います。昨日のお昼ご飯ぶりですか。あ、そうです。もうダイエット中なんで横澤はしっかり。結論から言いますと、はい、ドイツですね、ポーカールームめちゃくちゃ良さそうなんですよ。ポーカー中に聞いたの、テーブルの人に。ヨーロッパのポーカーどうなのみたいな話を聞いたら、ぶっちゃけ
ここが多分一番いいよみたいなやつで、そうなんだ、そう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 、ここにわざわざ結構ヨーロッパから来てる人もいっぱいいるから、これよりいいとこ探すの結構難しいんじゃないかなって言って、まあ他にあるとしたらチェコのロズパトプっていう場所が、まあすごい山奥にあるとこなんです。そこが一応なんかそのポーカールームとしては一番でかいとこ、まあロズパトプはワンチャン行ってもいいかなっていう感じがしてて、バルセロナはまあ普通に、でもあんまり美味しくないイメージある、バルセロナはレベル結構高いイメージある、バルセロナあります。マルタは結構いいかもって言って、まあ 2,3 択だったら立つよみたいなこと言って、まあマルタ行ったことないから、まあワンチャンあります。まあ一応そういう情報は手に入れたんだけど、まあとにかくここが結構いいっていうのは結構間違いなさそうっていうのと、プレイ時間がね8時間ぐらいしか打てないっていうのがちょっとかなり俺の中ではボトルネックだったんだけど、時間決まってる分こう規則正しい生活になるから俺は結構好きかもって思って、これだったら1ヶ月間毎日8時間打って月240時間打てそうな気がする。なんか目標とかってあるんですか？いやーまあ1万ユーロは勝ちたいよね1ヶ月で。でですね、昨日の収支なんですけど、そうだ、ここで今デーンってやろうと思ったんですけど、はい、ちょっと大金すぎるのでやめときます。なんと昨日3000ユーロでバインして、はい、6300ユーロに入れました。3300ユーロ勝ち、やばー、爆勝ち、すごい。だいぶ1万に近づきました。2日目にして負けるときは抑えて勝つときいっぱい勝つっていうスタンスでしっかりやっていけたらなというふうに思っております。ジム来ましたけども、はい、ホテルの近くのジムなんかいいな、すべて。まずはスクワット系からやりたいですね。ほう、皆さんこれ僕が何してるか分かりますか？これね、強いカード引くためにね、引く力を鍛えてます。肩、はい、肩鍛えてます。これで引きます。フォーカス最高。皆さん、これが21歳ジム歴0ヶ月の男です。4分ぐらいやりましたけど、ハンバーグ食いすぎだね。確かに食べた後すぐ運動してますからね。体鍛えてる方が絶対フォーカーにもプラスなんで、まあ、1年間ね、第2章横澤チャンネル体鍛えるっていうのもテーマなんで、2章は終わる頃には横澤はもうバキバキになってアスリートになってます。なるほど。ポーカープレイヤーも、まあ、言うてアスリートなんだってことをね、しっかり見せるためにも毎日動します。はい、頑張りましょう。じゃ頑張りましょう。というわけで、はい、6時になりましたので、今日も京都でポーカーしていきましょう。頑張っていきましょう。よし、レッツギャン、レッツギャン。I've been asking the same stuff for interestingお疲れ様です。もしかしてタコ負けです？全部だけだった。もしかしてマイナス1000ドル？うふ、挟んじゃん。もう相手フラッシュフラッシュフラッシュみたいな、俺2ペアセット、あーみたいな、へこみますねこれは。横澤はなんと、うん、3000何百ユーロ負けてます。え、Oh my gosh! Wow! No bad bitch for here? Nah, no. ワンパンなんだけど完全に。クワッツオーバークワッツ食らった。クワッツ？オーバークワッツ。オーバークワッツ。そんなことってあるんですか？やばい。逆に3000で済んでよかったですね、それ。いや、マジよ、間違いないよね。3040-80 とかだったら、一撃3万ドルってことなんで。そう考えたら10分の1で済んだという感じがする。なんか元気出てきました。収支マイナスに転落しました。あらー、ソタ君は昨日ぴったりマイナス1000なんで、はい、マイナスいくつ？
716です。716。はい。2人ともマイナスになっちゃいました。まあでもね、キャッシュゲームっていうのはね、1日1日勝ち負けなんていうのは気にしちゃダメなんですよ。まあ、そういうのあるんですよね、キャッシュゲームだとね。避けられない事故。でもそれで勝つこともあるから。避けられない事故食らわして、こっちが3000ユーロ取る側の時もあるから、そう考えると、まあ妥当ですね。朝ごはん食べに行きました。ホテルの横沢のこのご機嫌ぶりを見てください。ってことは勝ちました。おお、2000ユーロぐらい勝ちました。え、結構勝ちましたね。はい、今回の滞在のトータル収支がちょうどねプラス2000ドルぐらいなんで、時給ベースで言うと今56ユーロ、いい調子なんじゃないかと思います。本当はね今日この後チェックアウトの予定だったんですけど、4泊1泊しましたね。平均してめっちゃいいっすね。ラスベガスの2-5よりレベル絶対低いっす。妊婦がめっちゃ多いのよ。多いですね。そこがすごい利益につながってるなって感じがしてて、なかなかこのレベルのポーカールーム探すのは難しいんじゃないかなって感じしますね。週末からですね、ウィーンに行こうと思ってます。オーストリア、でもオーストリアのウィーンはもう結構情報いっぱい掴んでて、2-5がオマハとホールデムがおのおの毎日 1-2 択は立ってるって感じで、週末は3択とか4択立ってることもあって、まあ、2-5ユーロまでしかないんだけど、もしかしたらストラドルとか入ってるかもしれないなって感じ。まあだから少なくともビスバーデンよりいいってことは多分ないんだけど、ちょっとレベル低いとかあるかもしれないし、まあ言うて近いんでね、飛行機もそんな高くないんで、軽く視察だけして違う街にまた移動しようかなというふうに。なんで4日間ビスバーデンのキャッシュゲーム生活を続けたいと思います。お疲れ様です。お疲れ様です。どうしちゃったんですか、ソータ君。なんかドレスコードで引っかかっちゃったんで入れてもらえなかったんでね。そうなんですよ。それでまあ引っかからないだろうということで。そうなんですよ。ドイツの人はね、黒い服着ないんですよね、全然ね。なんか俺ら真っ黒な服しか持ってないからさ、恥ずかしくなってきたんだよね、ちょっとね、生きるのが。俺もちょっと明るめの服買いに行きたいな。なんかいいわ、ドイツっぽくて。ちょっと見てくださいよ、この。でも見てよ、今の僕を、デブになった僕を。服関係ないっていう。あ、そっか。ヨーロッパ、皆さんこれ来るときは、明るめの、ドレスコード引っかからない服を持ってくるのがおすすめです。パーカーダメです。ダメです。僕らも今回反省してます、そこは。そうですね。気合い入れてね、貸したいと思います。目標1000ユーロ。あ、いいですね。そうと。500ユーロ。500ユーロ。うん、じゃあ、500ユーロ、1000ユーロで2人で勝ちましょう、今日は。やりましょう。頑張っていきましょう。お疲れ様です。お疲れ様です。今日も今日とて8時間半プレイして蓄われましたね。結果はどうなんでしょう。お、増えてそうな雰囲気。168プラスです。おー、拍手。一応プラス。おめでとうございます。横澤さんはどうですか。見てください。めちゃくちゃ勝ってそう。
1700ユーロ買いました。おー、すごい。嬉しい。いや、今日マジでさ、テーブルめちゃくちゃ良くて、マジで結構もうお祭り騒ぎみたいな。今日はすごくついてなかったんだけど、ずっとトントンをキープしてた。マジラスト30分ぐらいでセット積もって、それでめちゃくちゃ取って一気にドーン。すげえ。結果的には1700ドル貸しになりました。おめでとうございます。気持ちよく帰れます、今日はこれで。明日の買い物楽しみだった、これで。確かに。おしゃれ着買いましょう。はい。洋服屋さんに来ました。もうすでに良さげな雰囲気するな。どういうのが欲しいんですか？シャツパンスタイルみたいな。シャツパン。このお店可愛いの多いかもしれない、ね。めちゃくちゃ良さそうだよね。白パンとか買っちゃおうかな。横澤さんはお着替え中です、絶賛。お尻でかすぎていろんなパーツが入らない。お尻でっかちゃんってことですか？お尻でっかちゃんです。ドイツの横澤。ドイツの横澤。あ、おお、誰ですか？お父さんみたいになっちゃってる。お父さんみたいになっちゃってる。ちょっとパンツこれね、でもね、問題があって、はい、あの全然チャック閉まってない。ちょっと。お。お。あら、かわいい。なんかドイツっぽいね、この格好。ドイツっぽいですか？ドイツっぽいよ。買い物終了です。はい、シャツ2枚とパンツ1枚買ってなんと9000円以内でした。安っ。今日からこれを着て爽やかな気持ちで交換しましょう。確かに。着替えてウェイティング行きますか？じゃあ行きましょう。今日は6日目。はい。横澤は負け勝ち負け勝ち勝ちと来てるんで、はい、今日も勝ったら3連勝で、確かに激調子いいってことになりますね。絶好調です。まあ負けないことが今日の目標ですね、それで言うと。なるほど。はい、じゃあそうだ。はい、グッドラック。グッドラック。お疲れ様です。なんかわかんないけど、いっぱい買っちゃったんだけど、爆勝ちです。なんだこれ、マジの爆勝ちだ今日は。待って、何ですかこれ。本日の収支プラス4200ユーロ。よこダンケダンケ。今回の旅の収支がですね、はい、7706ユーロ勝ちになりました。やば。なので111万になりました、価値観が。1週間100万円稼ぐ男と呼んでください、今日から。やば。このカジノでも横澤の名前がちょっとずつなんか驚いてるっぽくて、全然喋ったこともないやつ今ここって喋りかけられる。なんで知ってんだっつって、俺はマサノだってことっつって。確かに。仲間内でいろいろ話出てるんだろうね。確かに。で YouTube やってるらしいぞみたいなこととか。そうだよ、まだまだか。僕はプラス662、めっちゃ買ってんじゃん。大きなブラフが決まったぐらいか。すごい。結構でかいよな、4000ユーロって。めちゃくちゃでかいっすよ。あー、今ない。ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱ街並みはおしゃれですね、ドイツは。かっこいいでしょ。かっこいい。あ、僕らが行きたいのはこのオウランス。おぉ。あ、来た。これのね。やったー、最高ー。うわー、勝ち。もう勝ちました、これ。勝ちましたね、これ。もう。うわ、優勝した。優勝です。もうこれ、そういうチャンネルやん。うまいに決まってるもん、こんなもん。やばー。いただきます。はい、思った以上に、はい、マジで家で食うミートソースって感じ。そうなんだ、うん、というわけでウェイティングリスト入れてポーカーしていきますか。いきましょう。頑張りましょう。I call Brian. Oh, you called Brian? No sir.
lot of... How long are you staying? Until tomorrow. This was such a bad call. No, no, never. It was 100% correct call. I never fall this night. Thank you. Bye bye. 終わりました。お疲れ様です。今日もめちゃくちゃ緊張した。今2800ぐらいになってますね。やった。すごー。止まらないもん。止まらないね。止まらない。いや、しかも、クラッツオーバークラッチで負けた相手から取り返すっていう、なんか因縁の、ちょっと勝ちすぎて怖いですけどね。もうなんかみんなから恐れられてます。俺前のハスラーの配信見たぞとか、ワンハンドレッド、ツーハンドレッド打ってたよな、みたいな。はいはいはい。意味わかんないですもんね、100、200って。意味わかんないね、打ってんじゃねえよってなってるらしい、みんな。そうだか、どうだか、ちなみに聞いてなかった。僕はプラス750ユーロ。めっちゃ凝ってんじゃん。めちゃくちゃました。もう十分勝ったし、今日やめるかって言ったの。いや、頭痛すぎてやめました。オーカーもね、当たり前のように僕、月200時間とか言ってますけど、結構大変なんですよ。体調悪くなる時もあるし、そうですね。疲れてる時もあるし、集中できない時もあるし。メンタルとか体の体調とか、いろいろ安全じゃないと。あと、俺もでも最初はそうだったな。まあ、やっぱこう、慣れですね。帰りましょう。来た。12キロ、毎日頑張ってますね。はい、ほぼ毎日ですから。収録、ジム行き始めてから調子いいですから。うん、続けたいと思います。今年いっぱいはプロギャンブルだからってただけ出ちゃいけない。ストイックに第一章の横澤は一味違うということ。確かに。はい、メイクボビーおはようございます。おはようございます。というわけで、最終日ということで、ポーカー毎日打ちまして、なんとですね、我々は今日に至るまで一回もドイツ料理食べてないということが判明しました。最終日ぐらいはちょっとドイツ料理ね、ソーセージとかビールとかね、軽く食べてからポーカーラストセッションに向かおうと思います。最終日のご飯に選ばれたのはこちらです。リバースウィキンジャー。トリップアドバイザーでもドイツ料理でビスバデンでは1位だったし、ポーカーテーブルでこの辺で美味しいご飯屋さん教えてって言ったらみんなここって言ってました。雰囲気のいいお店ですね。おしゃれだ、おしゃれだ。チアーズ。チアーズ。ああ、うまい。めちゃくちゃ飲みやすいんですけど。しかもジム上がりだから一番最高の。ジム行ってすっきりしてビール。うまそう。ドミガルスペシャル。これね、めっちゃいいやん。今までの旅で一番うまそうだよ、多分。横澤チャンネル史上。いただきます。確かに、はい、食べます。うわ、ハーブの香りとかソースもすごい風味強めで、めちゃくちゃ工夫されてる味がするわ。いただきます。あ、いくね。でかいままいくね。うわ、一口でかっ。やば、これ。で、ビール飲んで、はい、はい、あ、くーっつって。うまっ。やばい、ドイツです。ドイツ。Have a good trip. Yeah, enjoy yourself, my friend. Yeah, have a good time, my friend. Bye bye. Bye bye. See you, bro. See you, bro. というわけで、はい、8日間のビースバーデンの滞在が終わりました。お疲れ様でした。ありがとうございます。本当に。ありがとうございました。はい、一例、8日間滞在したわけなんですけども、はい。はい、結果ハッピーになりました。結果ハッピー、はい、ハッピーってことはどういうことですか。ハッピーってことは勝ったってことです。あ、深夜3時です。はい、8日間滞在してプレイ時間が6時間40分、だからちょうど1日8時間ちょいぐらいかな。終始、はい、プラス、12836ユーロ。ドキャー、勝ちすぎー。ドキャー。いや、すごいね。時給192ユーロで 23.96BB、 約 24BB の時給が出ました。すごい。まあ、さすがに上振れです、うん。ちょっと振り返ってですね、このビースバーデンの、スピールバンクがどうだったかっていう、まあ、ちょっとレビューをしますと、はい、めちゃくちゃいいです。フリフロップみんなめちゃくちゃ緩いんだよね。だからレベルが低い、シンプルに。ポーカーの、まあ、大体ラスベガスの2-5と同じぐらいのレベルで、2-4-8が打てる。まあ、ラスベガスの2-5よりもなんならいいかも。まあ、そういう無駄に参加して無駄にチップをどんどんポットに入れてくれる人が多いっていうことはすごくよくって、俺がやってたことって何かっていうと、強い手が来た時にポットをめちゃくちゃでかくして、何も持ってない人たちをガンガン下ろして、まあ、運よくお互い強い手を持ってる時はしっかり取り切るみたいな。で、やっぱり基本的にこっちの方が強い手で参加してるから、大きいポットになった時はこっちが勝つ可能性も高いし、まあ、みたいな、すごいシンプルなんだけど、すごい勝ちやすいカジノだなっていうふうに思います。だから、まあ、総評、ビースバーデン、結構僕は最高だと思います。
よかったです、はい、今の僕にとっては正直ここがベストでした。もう一発目からね、うん、大正解引いちゃいました。8日間のドイツフランクフルトの旅は文句なし爆勝ちですね、うん、我々はまた次の国に向かうということで、はい、次回の動画もお楽しみに、はい、ヨーロッパ編まだまだ続きます。もっと勝つ、勝ちましょう。本日なんですけれども、やりたい企画があります。何ですか。怖い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 。この10万円を増やしてもらいます。特別にですね、情報提供してあげようかなと思います。テーブルに座る前に勝負は始まってるんです。なるほど。